志村さんですよ。なんかいいの持ってますね。いいですね。もっとアップで撮っちゃおうかな。やめてくれ。撮っちゃおうかな。はあ。あの美しく撮ってくれるなんて。美し撮れてるよ、もう笑顔でバッチシ。お名前菊池さんだっけ？え？名前忘れた。鈴木です。鈴木さん。鈴木のりこ。あ、そうそうそう。YouTube で見たのに忘れた。鈴木のりこ。鈴木のりこさん、志村さんだけでドラムギター全部なしで出ますよ。皆さん期待してください。今日は貴重な、自分のは恥ずかしくて出さないけど人のだとちゃんと出した。志村さんとても優しい人です。とってもギターはすごいのになんでこんなに優しくて控えめなの。びっくりしちゃった。俺は分かんなかったな。そろそろじゃあミラーから、ここは横にミラーがあってやりづらかった。あ、ミラーあるとなんか意識したくない。そう、いや見たくないよね。ちょっと猫背だみたいな。ちゃんと姿勢正すね。そうそう、こうやって。
皆さんこんばんは、ようこそ今日は月の工房、ムーン、あ、バームーン、違う、バー月の工房バー、ムーンナイトへようこそいらっしゃいました。暖かくなってきてね、ビールが美味しい季節になってきたなってことで、オーナーの金子さんが久しぶりにまた夜やりたいんだけどというふうに、お話があって、じゃあ一緒にやりましょうと、まずは、